赤の教会祭司でご祭司で解読2人ごめんなケイちゃん。じゃあオフェンス行くか。解読2人いるなら救助いないもんね。さらにマジじゃん、超高数もないしな。いやもうこれ救助使うしかないやろ。これオフェンスを構成的にちょっと救助係一人いるわ。行こう。え、これオフェンスに対して言ってんのかな。来たとかさ、何何これ、本命来た、おお来た、何これ本命、負けてらんねえやんこんなん。みんなーさ、こんにちは。神がないし、このウサギぴょん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 で、旦那様です。リッパーか、リッパーならここでやろう。新刊ちゃんが退避、小屋危なくない。オフェンスマジシャン、新刊機械騎士、超解読パーティーですね。爆速って言われるもんかな、うん、頑張っていきましょう。マジシャンちゃんが真ん中行くんかな。いやなんかオフェンスにしただけでちょいっと盛り上がりを見せたから、これは負けてらんねえぞ。ねえ、これ地雷行動とかしたらちょっと恥ずかしいわ。はい、ちょっとマジシャンか俺を追ってほしいよね。そうするとギシちゃんと新刊ちゃん、ね、気分よく解読できるけど、新刊ちゃんが、終わると、もう終わるって言っちゃったけど、追われてると、うん、助けに行くか、行くか、ダウンしてからでいいや。しっかりと救助をミスらずに、まあ、新刊ちゃんが解読できない分ギスちゃんの人形がね、その代わりを果たせるから、さすがに新顔をね、そうだね、新顔を見捨てないよね。俺がここまで解読できたからまあいいんじゃない。ここ誰かはちょっと任せるわ。椅子ちっか、みんなこっちに固まってんな。暗号機分布悪いで、これ。あ、真ん中1台やってるね。これ死ぬな。人形ちゃん終わるんじゃないかな。よし、オッケー。え、しかもあいつなんか判定が。オッケー、なんか椅子に当たった判定になってんだよ。頑張れよ、俺、頑張れよ。あい、俺の勝ち。攻撃できないよね。トンネル失敗するよ。頼んだよ、頼んだよ、気になれば。ナイス、ナイス、はい、なんでやねん。オッケー、もう一回行くよ、もう一回行くよ。はい、なんでやねん、なんでやねん。まあでもね、救助としては100点満点、うん、救助としては100点満点やで、これ言っとくけど。新刊ちゃん頼んだよ、これ。トンネル防止はできたやろ。俺を守らないはず、守るんや、俺を守るんや。頼んだよ、ギシャン。ナイス、ナイス、ナイス、オッケーオッケーオッケー、ありがとうな。ギシャン本体はもう解読そんなに進まないから、あ、進むか。まあ、いっか、綺麗に肉液として利用していこう。はい、よろしく。これ俺も倒れるな。新幹線先に行くよ。じゃあもう完璧に残り2台、 OK。 いいよいいよ、先抜きようだって。 OK、 じゃあ俺トーク行くわ。あれ、終わらんぞ。俺食らってから、あれ、これ暗号、え、終わってない感じ、これ終わってない感じ。
あ、寸止めできてるわ。突っ立ってるじゃん、真ん中で。真ん中だよね、あれ。新幹線、俺を助けに来てくれんかな。OK、あー、ありがとうな。え、俺受難取ってるよね。取ってなかったっけ。ジレンマにしたけど、あと任せたわ。ゲッシャンダウン。これ最後の1台守ってグダるパターンやな、これ。ちょっとこれグダるぞ。終わらせれないよね、これ。これはグダるぞ。どうすればいいかというと、もう全員一目散に他のとこ行く。そうすると縛るから、そこで誰か助けに行って他の人がまた解読したらいいんじゃん。離れないからマハンターな。釣らないね。じゃあちょっと箱あさるわボールをちょっとたんまり確保したい。ボール来てる、ボール、ボールボール。のび太くん、僕ドラえもん。せんちゃん、ねねちゃん、かざまくん、僕股間のピストル撃つ。興奮じゃねえよな。さあ、さらにボールを持っていく。オッケー。ウホー、ボールもあるよ。これは安全球場、これはもう確定やね。瞬間移動ってね。さあ行きましょう。しかもこれ引き止めるナイパティーン、ニッパーで引き止める取らないってなかなかやね。自信満々やの。行きましょう、瞬間移動だね。じゃあ反対側行くわ。ゲッシャン助けに行くわ。俺が気絶 OK。ダッシュダッシュ。いや、銃来たことは良かったね。まあ来なくてもマチさんを縛りそうになった事件で俺は長距離タックルかましに行くから、結果はね一緒。あいつが興奮じゃなければ結果は一緒。うん、あ、OK、行こう。これは勝ったやろ。新幹ちゃんが持ってくれてるね。おっ、行こう。おいおい、あ、ありがとうな。おー、疲れたぞ。ナイス。おーっとっとっと、手を貸して行こうか。いや、すげえなあいつ。よう分かるの、自分の時期、自分が死ぬ時期を分かってんな。行こうか。長距離タックルいける、これ。無理かの。ニョルニョルやの。これ邪魔しに行ったね、あれを。で、俺が安全救助行こうか。あ、OK。 タックルいけそうだったら行きましょう。ステッキもうなくなってる？まだある？あ、当たるんすね。今の当たるんやね、マジで。いや、わかんねえわ。なんやそれ、なんやそれ。ミスったんか、お前。ん？これは黒に変身して鈴を鳴らそうとするんかな。
椅子のところ行くから、そこに行けばいい、そこに行けばいい、頼む、しょけ。まあ多分逃げれないから鈴食らわないように行け、しょけ。俺は離れる、俺は食らっちゃいけない、攻撃するから行く行く行く、しょけ。うん、しゃあ、手を貸して、うっせえなこいつマジで。ラリリ？ラリリって何？俺がタックルするよっていうね、まあそのプレッシャーをかけよう。はいはい、オッケー。後ろを見ながらやってたんかな。あ、これ俺に来たかな。もうナチさんは逃げれるね。瞬間移動するから、飛ぶから飛ぶから、戻れ戻れ、しょけ。あ、まあいいや、いいいい、これでいい、これでいい、これでいいんですよ。いや頑張ったやろ、文句なしやろ。俺の動き、俺はそう思うけどな。トンネル防止したし、俺初釣りやで、十分だろ。海辺行ってちょっと解読し、解読して、誰かわかんねえよ、シルエットじゃ。手を貸して、消防士さんが来るんかな、うん、オッケー。引っかかりすぎやろ、引っかかりすぎやろ、あいつ香水使ってんか。かたくなに行こうとするね。僕は天に捧げられます、皆さん、私は天に捧げられます。もったいないねこれ。さっきもこの人らと組んだけどさ、負けやけどな。うん、固くななんだな、もったいなかったね。